学生車屋、川上様、熱田様、よもぎだバラの香り研究所株式会社代表取締役黒沢様、有限会社 K プランニング代表取締役桐生様、 NPO 法人西ヶ原ローズページェント理事長佐藤様、古原様、日陰様、塚田様、西ヶ原フラワーロード会代表相川様、所様、旧古川庭園ボランティアガイドの会会長小山田様、公益財団法人大谷美術館常務理事大谷様、水川様、奈良様、公益財団法人東京都公園協会元公園事業部長大内様、また本日は旧古川庭園の歴代サービスセンター長も、出席いただいております。お名前を呼ばせていただきます。小井田様、中山様、山下様、堀様、西山様、その他にもお手元の式次第の右側のページにこの事業に ご協力いただいている関係団体のお名前を記載させていただきました。ご覧いただければ幸いです。近隣の施設や市民の皆様に旧古川庭園100年記念事業にご賛同ご協力いただき、改めまして心より感謝申し上げます。さて